岡本木戸作『半七鳥物鳥』より『春の雪解け』1あなたはお芝居が好きだから高知山の狂言をご存知でしょう。道とせの花魁が入谷の寮へ出養生をしているとそこへ直侍が忍んでくる。 あの清本の下台は何と言いましたっけねそう、忍び合う春の雪解け。私はあの狂言を見るたんびに、いつも思い出すことがあるんですよ。と、半七老人は続けて話した。もちろんお話の筋道はまるで違いますがね。舞台は同じ入谷田んぼで。 春の雪のちらちら降る夕方に、松助の浄河のようなあん馬が頭巾をかぶって出てくる。その場面の趣が、あの狂言にそっくりなんですよ。まあ、聞いてください。私の方は素話しで、浜町の太夫さんの粋な喉を聞かせるなんていうわけにはいかないんですから、お話に艶はありませんがね。 慶応元年の正月の末であった。神田から下屋の流泉寺前まで用田市に行った半七は、七つ半、午後五時ごろに先方の家を出ると、帰り道はもう薄暗くなっていた。春といってもこのごろの日はまだ短いのに、今日は朝から空の色がネズミに染まって、今にも白いものがこぼれ落ちそうな、 暗い寒い影に覆われているので、とりわけて夕暮れが早く迫ってきたように思われた。先方でも傘を貸してやろうと言ってくれたが、うちへ帰るまでくらいはどうにか持ちこたえるだろうと断って、半七は懐手で,でそこを出ると、入谷田んぼへ差し掛か,かる頃には、鶴の羽を蒸しったような白い影が、もう目先へちらついてきたので、 半七は手ぬぐいを出して放かむりをして、田んぼを吹き抜ける寒い風の中を突っ切って歩いた。ちょいと特殊さん、お前さんも強情だね。まあちょいと来ておくれというに。女の声が耳に入ったので、半七はふと見かえると、どこかの漁らしい風がな間えの門の前で、 年頃は二十五六の仲働きらしい小粋な女が、一人のあんまのたもとをつかんで引き戻そうとしているのであった。おときさん、いけませんよ。今日はこれから中にお約束があるんですから。まあ、勘認しておくんなさいよ。と、あんまは逃げるように振り切っていこうとするのを、おときという女はまた引き戻した。 それじゃあ私たしが困るんだからさ。あんまさんは他にも大勢あるけれども、花魁はお前さんがごひいきで、他の人じゃいけないというんだから、素直に来てくれないとあたしが全く困るんだよ。ごひいきにしてくださるのは誠にありがたいことで、いつもお礼を申しているのでございますが、今日は何分にも前々からのお約束がありますので、 嘘をつきよ。お前さんはこのごろ毎日そんなことを言っているんだもの。花魁だってあたしだって本当に思うかね。ぐずぐず言ってないで早く来ておくれよ。じれったい人だね。でも行けませんよ。まったく今日ばかりは堪忍してください。どっちもなかなか強情で容易にらちが飽きそうにもなかった。 しかし、格別に面白そうな事件でもないので、半七はいい加減に聞き流して通り過ぎた。雪は景色ばかりで、うちへ帰り着く頃にはやんでしまったが、それから曇った日が二日ほど続いた。三日目に、半七は再び流線島へ行かなければならない用事ができた。今日こそは危ねえ。彼は雨傘を用意していくと、 ききい雪がたたして落ちてち帰りはやはり七つ過ぎになって入谷の田んぼはもう真っ白に埋められていた重い傘をかたげてこの間の漁の前まで来ると日和たの前鼻緒があいにく切れた半七は舌打ちをしながら塀際に身を寄せて間に合わせにつくろっていると雪を踏むたの音が聞こえて 門の中からこの間の女が飛び石伝いに出てきた。まあいつの間にか積もったこと。独り言を言いながら彼女は人待ち顔にたたずんでいたが傘を持っていない彼女は髪を打つ雪に耐えないと見えてやがてうちへ引っ返してしまった。手がかじかんでいるので鼻を立てるのに暇がかかって半七はよう,ように下駄を突っかけて 泥だらけの手を雪でもんでいるところへ、この間のあんまが慣れた足取りですたすた歩いてきた。その下駄の音を聞きつけたと見えて、女は待ちかねたようにちから抜け出してきた。前に懲りたのであろう、今度は傘をすぼめて刺していた。徳ゅさん、今日は逃がさないよ。呼びかけられてあんまは怯えたように立ち止まったが、 今日も何かしきりに言い訳してすり抜けていこうとするのを女はまた引き戻した。こうした悶着がたびたび続くので、半七も少しおかしく思って、もうつくろってしまった泥毛たを再びじくるような風をして横目でそっとうかがっていると、あんまはあくまでも強情に振り切って今日も逃げるようにここを立ち去ってしまった。 本当にしょうのない人だね。口小言を言いながら女はうちへ引っ込んだ。その後ろ姿の消えるのを見送って、半七はもう五六軒行き過ぎているあんまの傘の白い影を追った。彼は後ろから声をかけた。おい、あんまさん、徳樹さん。はいはい。聞き慣れない声に、 あんまは少し首をかしげて立ち止まると半七は傘を並べて立った「徳次さん寒いねべらぼうに降るじゃねえかお前には中で二三度やっかいになったことがあったっけそれこないだも大宮の二階でようああさようでございましたか年を取りますとだんだん二冠が悪くなりまして ごひいき様まにまいまい失礼をいたしてあいすみません。旦那もこれから中へお出かけでございますか。こういう晩にお通いもまたお楽しみなものでございます。我が物と思えばかろし、傘の雪とかもしましてね。ははは。こっちのでたらめを知っているのか知らないのか。 女は女才なくはな何しろ悪く寒いねこの二三日はさえ帰りましたこれから田んぼを突っ切るのは楽じゃねえどうだいあそこでそばの一杯もすすり込んで威勢をつけていこうじゃねえかお前もつきあわねえか中へ入るのはまだちっと早かろうはいはいどうもごちそうさまでございます。 私は下戸でございますけれどご酒を召し上がるお方は一杯上がらなければこの田んぼはちっと骨が折れます。はいはいありがとうございます。一丁ばかりを引っ返して半七は小さな蕎麦屋ののれんをくぐると徳樹は頭巾の雪をはたきながら古びた角火鉢へ寒そうにかじりついた。 半七は種物と酒を一本あつらえた。これはあられでございますね。江戸前の種物はこれに限ります。海苔の匂いも悪くございませんね。と、徳樹は顔中を口にして、蕎麦の温かい匂いをうれしそうに嗅いでいた。蕎麦屋の女房は、角のあんどんに火を入れると、その薄暗いほかげに照らされて、 花びらのような大きい雪が重そうにぼたぼた落ちているのがのれん越しに見えた。一本の酒をやがて半分ほど飲んだ頃に半七は話し出した。徳樹さん、お前が今あそこで立ち話をしていたのはどこの寮だい旦那はあの辺においでなさいましたか。ちっとも存じませんで。ははは。いえ。 あそこは中の立いせといううちの寮でございますよ。先方じゃしきりに呼び込もうとするのをお前はむやみに逃げていたじゃねえか。中の寮ならばいいお得意様だ。ところが旦那、どうもあそこは具合が悪いんでしてね。い、ええ、別に台をくれないのなんのというわけじゃないんですが。何ですかこう。 君の悪いようなうちでしてね。半七は飲みかけたチョコを置いた。君の悪いうちそりゃどう言うんだね。まさかに化け物が出るわけでもあるめ。ええ、別にそんな噂もないんですが、私はどうも君が悪ございまして、あそこで呼ばれるとなんだかぞっとして逃げるように断ってくるんですよ。 徳樹は鼻の頭の汗を手の甲で拭きながら言った。変な話だね。と半七は笑った。どういうわけで君が悪いんだろう。わからねえな。わたくしにもわかりません。ただなんとなしに襟元から水を浴びせられたように体中がぞっとするんです。目が見えませんから何にもわかりませんけれど。 何かこうおかしなものがそばにでも座っているような具合で、まったく変でございますよ。一体あの寮には誰が来ているんだね多賀でさんという花魁でございます。二十一二の勤め盛りですごいようないい女だそうでございますが、去年の霜月ごろから用事をつけて、 あの寮へ出ようじょうに来ているんでございますよ。くれから春へかけて店を引いているようじゃよっぽど悪いんだろうね。それほどでもないらしいと徳樹は言った。もちろん盲人の彼には詳しい様子もわからないがいわゆるブラブラ病で寝たり起きたりしているらしいとのことであった。それにしてもその辰伊勢の寮が なぜそれほどに気味が悪いというのかその司祭が半七には分からなかった徳樹がもうたくさんだと辞退するのを無理にそばの代わりを取らせて彼は酒を飲みながらおもむろにその司祭を聞き出そうとした「それがなんと言ってお話のしようもないんですよ」と徳樹は顔をしかめてささやいた「まあ旦那 聞いてください。私が奥へ通されて、花魁の肩をもんでいますと、大抵いつも夜か夕方ですが、花魁のそばに何か来て座っているような具合で、い,いえ、それが新祖衆や女中たちじゃありません。そんな人ならば何とか口を聞くでしょうが、初めからしまいまで一度も口を聞いたこともないので、 座敷のうちは気味の悪いほどにシーンとしているんです。まあ早く言えば幽霊でも出てきて黙っているんじゃないかと思われるようで私は体がゾッとしてどうにもこうにも我慢ができないんでございます。それですから仲働きのおきさんには気の毒ですけれどもこのごろは無理に振り離して逃げてくるので。 ええ、もう一軒のお得意ぐらいはしくじってもしかたがございません」。なんだか理屈があるような理屈がないような一種奇怪な物語をこの盲人から聞かされて半七も黙って考えていた。日が暮れても雪はまだ降りやまないらしく白い花びらがのれんをくぐって薄暗い土間へ時々舞い込んできた。 元より目らの言うことで別に取りとめた証拠もないのであるが半七はそれを一種の不思議な話としてただ聞き流してしまうわけにはいかなかった彼はあくまでその不思議の正体を突き止めたかったその晩は特需に別れて神田の家へまっすぐ帰ったがあくる朝浅草の馬道にいる古文の正太を呼びにあった おい翔太、中は田町の十兵衛の縄張りだが、俺が少しちょっかいを出してみたいことがあるんだ。てめえ一つ働いてくれ。江戸町につ伊勢という女郎屋があるだろう。あそこの高袖という女のことを少し洗ってもらいてんだ。高袖は入屋の寮に出ているというじゃありませんか。と翔太は心笑顔に言った。 それを調べてくれと言うんだ。実は少し俺の腑に落ちねえことがあるから。つまりあの女には男でもあるか、何か人から恨みでも受けているようなことでもあるか。それから女債もあるめいが、その立石という店の内幕も一通りは調べ上げてくれ。わかりました。二三日中にはみんな調べ上げて参ります。 翔太は受け合って帰った。二三日という約束が四五日を過ぎても翔太は顔を見せなかった。あいつ何をしているのだろうと思ったが、一日を争う仕事でもないので、半七もそのまま売っちゃっておくと、二月の初めになって翔太がぶらりと尋ねてきた。親分、申し訳がありません。実は小せいガキがはしかをやったもんですから。 そりゃいけねえな。軽く済みそうかえへ、えっ、いいあんばいに軽そうです。と翔太は言った。そこで親分、例の達い勢の一件ですが、まあ一通りは洗ってきましたよ。翔太の報告によると、達伊勢は江戸町でもかなり売ったが、安政の大地震の時に抱えの遊女を穴蔵へ閉じ込めておいて、 みんな焼き殺してしまったとか言うので、それからかくにケチがついて、商売の方もあまり思わしくない。もっとも吉原ではのれんの古い店でもあり、他にも辞書や佳作などを持っているので、まず相当に店を張っている。当時は、おまきというのが女主人で、栄太郎という今年二十歳のせがれの貢献をしているが、死んだ亭主と違って、 おまきは情け深い方で、世間の評判も悪くない。多賀袖は、汚職から二枚目の売れっ子で、去年の二の鳥が住んだ頃から入屋の寮に出養女をしているが、女に似合わない大酒であるから、酒毒で胸を痛めたのだろうという噂である。年は二十一で、下屋の金杉の生まれだと世言が話した。 いやあ、ご苦労。まずそれで一通りは分かった。と、半七は頷いた。そこで、その女には男とか何とかいうものはねえのかそれだけの売れっ子なら何かあるだろう。それがはっきりと見当がつかねえそうで、もちろん馴染みの客は大勢あるんですが、なかなか手取り者らしいんで、どれが本当の男なんだか、 店のものにもよくわかっていないということです。彼にはあたしも困りましたよ。それだけのことでは半七も考えのつけようがなかった。今日はカカアが留守だから見舞いはいずれ後から届けるが、子供が病気じゃ困るだろう。まあ、とりあえずこれだけ持っていけ。半七は翔太にいくらかの金をやって、まあ昼飯でも食っていけというと。 翔太は喜んで、うなぎ飯の地層になった。その間に彼は、またこんなことを話した。こりゃ別の話ですがね。やっぱり金杉の方から吉原へ、辻裏を毎晩売りに来る娘があるんです。十六七で器量がいいのに声がいいというので、中でもだいぶ評判になって、冷やかしなんぞは大騒ぎをしていたんだが。 それがどうしてか去年の暮れ頃からちっとも姿を見せなくなってしまったので、おせっかいの奴らがいろいろ宣言したがどうもわからない。多分男でもできて駆け落ちでもしたんだろうということになってしまったんですが、田町の十兵衛はそれに何か目星をつけたことでもあるのか、古文に言いつけてその娘の行方を探させているそうです。そうか、と半七は考えた。 そんなことがあるのか。俺はちっとも知らなかった。土地のことだけ二十米は目が早えな。その辻裏売りの娘というのは器量がいいんだな。年は十六七。うーん、間違いのありそうな年頃だ。名は何と言うんだお金と言うんだそうです。親分も何かお考えがありますかまだ確かなことは言えねえが。 少し胸に浮かんだことがある。まあ、無駄足だと思ってその金杉へ行ってみようよ。お前もご苦労だが一緒に来てくれ。ヨーガス飯を食ってしまって二人はすぐに金杉へ行った。今日はのどかな日で上野の森の上には薄赤い霞が流れていた。長袖のうちは金杉だな、と。 半七は途中で言った。どっちを先にしようか。まあやっぱりその辻裏売りの方から取りかかろう。おめえ、そのお金という娘のうちを知っているのか翔太は知らないと言った。どうで婚よく探すのは覚悟の上であるから、二人は暖かい日を背負いながら金杉の方へぶらぶら歩いていった。そのうちに何を見つけたのか。 七は急に立ちにたまったおい、徳樹さん、どうしたいあんまの徳樹は、杖にすがってちょっと考えたが、勘のいい彼は、この間のそば屋の旦那の声を忘れなかった。彼はしきりにその時の礼を言っていた。いよいよ天気になりまして、結構でございます。旦那様、今日はどちらへ ちょうどいいところでお前に会った。お前もこの近所だそうだが、ここらにお金という辻浦売りのうちはねえかしら。へえ、お金は私の近所におりましたが、去年の暮れからどこへか行ってしまいましたよ。本人はいなくっても親か兄弟があるだろ独り者じゃあるめえ。それが旦那、こういうわけなんでございますよ。 徳はらしくはししらた。「お金は兄貴と二人で暮らしていたんですがその兄貴の虎松というのは幕中ちの道楽者でしてねお金の行方が知れなくなるとそれから半月ばかりたってこれもどこへか夜逃げのように姿を隠してしまいました何でも幕地場でけんかをして人に傷をつけたとかいうので」。 それが面倒になってどこへか飛んでいってしまったらしいんです。そういうわけですから、家はもう空き棚になってしまって、二三日中に他の人が越してくるとかいう噂でございます。田町の十兵衛が目をつけているのは、お金の問題よりおそらくこの虎松に関係している事件であろうと、半七は想像した。 彼はさらに特殊に聞いた。あの辰伊せの寮にいる高袖という女もやっぱり金杉の近所のものだと言うじゃねえか。お前知らねえか。存じております。高袖さんのおいらんも金杉の生まれでやっぱりお金の近所で育ったんだそうですが二親ともにもう死に絶えてしまいましてこれも跡形はございませんよ。 すべての手がかりが消えてしまったので、半七は失望させられた。それでも彼は強情に、このあんまから何かの手づるを探り出そうと試みた。今も昔も根気が乏しくてはできない仕事である。ねえ、徳樹さん。こないだ聞いていりゃ、その高袖のおいらんは大変お前をひいきにして、 他のあんまさんじゃあいけねえと言っているというじゃねえか。おかしなことを聞くようだが、どうしてお前、そんなにおいらんの気に入ったんだえもみ方の上手ばかりじゃあ,あるめえ。何かほかに訳があるだろうへえ。と、徳樹はニヤニヤ笑っていた。半七と翔太は顔を見合わせた。なんと思ったか。 半七は紙入れから一部の金を出して特殊の手に握らせたそうしてちょいとそこまで来てくれと言って彼を左側の横丁へ連れ込んだ柳原家の栄屋敷と安楽寺という寺の間を抜けると正面には一面の田畑が広く開けていた田の黒を流れる小さい水の旗で子供が土壌をすくっているほかに 人通りもないのを見すまして、半七はまた聞いた。お前、隠しちゃあいけねえ。こんな野暮なことを言い,いたくねえが、俺は実は懐にじゅって思っているんだ。徳樹はにわかに顔の色を変えて、押しつぶされたように小腰をかがめた。私の知っているだけのことは何でも申し上げますと、彼は震えながら答えた。 じゃあ正直に言ってくれお前多賀袖に頼まれて何か内償の踏みかいでもするんじゃねえか恐れ入りました」と徳樹は見えない目を閉じて頭を下げたお察しのとおりでございますその踏みかいをする相手は誰だそれは辰伊勢の若旦那でございます 半七と翔太は顔を見合わせた。三。特殊の話はこうであった。タガソ袖は一昨年の秋ごろから主人のせがれの栄太郎と忍び合っている。月通しは狂わの禁物で、それが知れると面倒であるから、タガソ袖は病気にかこつけて入り屋の寮へたびたび出養生に行く。 そこへ栄太郎が忍んでゆく。普通の店と違って、女主人が情け深いのと、高袖が売れっ子であるのとで、立ち伊勢の店でもあまりやかましくは言わないで、高袖を寮の方へ出してやる。万事の守備は中働きのおとが飲み込んでいて、他の者のにはちっとも知らさなかった。若主人の栄太郎は、まだ部屋住みも同様の身の上で、 勝手に店を開けてたびたび出歩くわけにもゆかないので、タガソデが寮に出ている間も毎日必ず会いに来ることはできなかった。女はそれをもどかしく思って、男が2日も顔を見せないとすぐに呼び出しの手紙をやる。その踏みかいの役は特殊であるので、彼がタガソデに可愛がられるのも無理はなかった。それほど可愛がってくれるところへ、 お前はなぜ嫌がって寄りつかねえんだと半七はまた聞いた。あとのかかり合いが面倒だと思うのかそれもありますが、それはおかみさんがいい人ですから、そう難しいこともあるまいと思いますが、この間も申し上げましたとおり、あそこの寮へ行って花魁のそばに座っていますと、 なんだかぞっとしてどうしても我慢ができないのでございます。どういうわけですか、自分にも一向わかりません。と、特殊も思案に余るような顔をしてみせた。あそこの店でこのごろに死んだ女でもあるかえそんな話は聞きません。大地震の時には大勢死んだそうですが。 その後は一人もないようです。何しろ千の旦那と違って、おかみさんも若旦那もいい人ですから、抱えの女どもをいじめたという噂もなし、心中した女もないようです。よし、わかった。今日のことは誰にも言っちゃあならねえぜ。口止めをして、半七は特殊に分かれた。 どうしても今度はその虎松という野郎を探し出さなけりゃならねえ。半七は虎松兄弟が住んでいたという裏長屋を訪ねて、その家主に会った。家主も兄弟の行方を知らなかった。しかし去年のお静まりに、虎松がどこからかそっと舞い戻ってきて、近所の寺へいくらかの金を納めていったという噂があると話した。 二人はすぐにその寺を訪ねて行くと、寺でも最初は曖昧なことを言っていたが、結局去年の暮れの十五日に虎松が不意に顔を出して五両の金を納めていったと打ち明けた。虎松の両親はこの寺に埋まっているんですが、何しろあの通りの道楽者ですから。 近所にいながらボンクレの付け届けもろくろくしたことはないんです。それが何と思ったか、ふいに尋ねてきて、何分ごえこうを頼むと言って、五両という金をめずらしく置いていきました。と、住職も不思議そうに話した。そうして、こんなことを言っていました。妹も先ごろから行方知れずになってしまって、 どこにどうしているかわからないから家出の日を命日だと思ってどうかご栄光を願いたい私が承知してやったら虎松も大層を喜んで礼を言って帰りました寺を出ると翔太はささやいた<あ>なるほど虎松という野郎は変ですねうん どうしても野郎を引き上げなけりゃいけねえ。爆地を撃つと言うから友達もあるだろう。おめえ、なんとか工夫してそいつの居こを突き止めてくれ。ええ、なんとかなりましょう。頼んだぜ。二人は約束して別れた。そのあくる日、半七の女房が馬道の翔太の家へ見舞いに行くと、子供のはしかが思いのほかに重くなって、 翔太夫婦も手放すことができないらしかった。その話を聞いて虎松の一件も当分は拉致が悪まいと半七は思っていると果たして翔太はその後ちっとも姿を見せなかった。2月に入ってから暖かい日和が続いたのでもう春が来たものと騙されているとそれから45日たって夕方から急に寒くなってきた。 夜中から降り出したと見えて、朝起きてみると真っ白になっていた。春の雪だ。大したことはあるめえ。こう言っているうちに雪はやんで、四つ、午前十時ごろには屋根から溶けて落ちる音が忙しそうに聞こえた。この二三日は差し掛かったようもないので、半七は昼飯を済ませるとすぐにうちを出た。 翔太の頼りをいつまでもぼんやり待っていられないと思ったので彼は雪解け道をたどって金杉へ出かけた徳樹のうちを訪ねて彼をそっと呼び出すと徳樹はすぐに出てきた道の悪いのに気の毒だがこの間のところまで来てくれねえか俺が手を引いてやるからなあに大丈夫でございます 屋敷と寺の間を抜けて2人は雪の残っている田んぼ道に立った「早速だがその後につ伊せの寮へ行ったかいと半七は聞いた「どうしまして」と徳樹はかぶりを振った「それにおときさんの方でも根負けがしたと見えてもう無理に呼び込もうともしませんから」。 私の方でも幸せでございます。それにたつ伊勢の店の方で聞きますと、おときさんももう暇を出されるんだとかいうことです。ところがおときさんの方じゃ容易に動かないというので、なんだかうちわではごたごたしているようでございますよ。おときという女のうちはどこだい本所だとかいうことですが、 私もよく存じません。そうか。道の悪いのにわざわざ呼び出してすまなかった。これもご用だ。堪忍してくんねえ。特殊を返してやって、半七はしばらく考えた。いろいろの材料がそれからそれへと集まってきながら、彼はそれを取りまとめて一つの弾案を下すことができなかった。一体自分は何を調べているのか。 それも確かな見当はついていなかった。取りとめのないあんまの話を手がかりにして、立石の量を探ろうとしているうちに、辻浦売りの娘の駆け落ち事件に突き当たった。この二つが結びついているものか、あるいは全く無関係の出来事か、それもまだ想像がつかなかった。 せっかく調べ上げたところで、それが果たしてどれほどの効果を生み出すか、それも一切わからなかった。しかし、一種の好奇心ばかりでなく、半七はどうもこの事件をそのままに放り出してしまいたくなかった。なんだかこの事件には、深い奥行きがありそうに思われてならなかった。骨折り損だと思って、もう少しほじってみろ。 彼は上野の山下まで用たしに行って、すぐに家に帰ろうとしたが、また思い返して入谷田んぼへ足を向けた。雪上がりの底冷えのする日で、田んぼへ出る頃にはすっかり暮れてしまった。お荷物になる傘を下げて、雪どけ道を一足抜きに歩きながら、立井瀬の寮のそばまで来ると、門の中から一人の女が出てきた。 顔は確かに見えないが、その格好がどうもかのおときらしいので、半七はすぐにその後をつけてゆくと、女はこの間のそば屋へ入った。こっちの顔を知っているはずはないと高をくくって、半七も少し後からそののれんをくぐると、狭い店にはおときのかにもう一人の男が来ていた。当山の半点を着て、 ひらぐけをしめたその男の身なりが、かたぎの人間でないことは、半七にもすぐに悟られた。男は二十五六で、色の浅黒い立派な江戸っ子であった。彼はここでおときを待ち合わせていたらしく、女と向かい合って酒を飲んでいた。半七は隅の方に座って、いい加減なあつらえのをした。 男も女も時々こっちを尻目に見ていたが、格別に気を置いてもいないらしく、火鉢に仲よく手をかざしながら小声でしきりに話していた。もうこうなっちゃしかたがないやね。と女は言った。俺が出なけりゃ幕が閉まらねえかな。と男は言った。ぐずぐずしていて。 心中でもされた日に頭なしだね。と、女は小声で脅すように言った。それから先は聞き取れなかったが、心中という一句を聞いて、半七は胸を躍らせた。おそらく、多賀袖という女が心中するのであろうと思われた。事件はいよいよ小倉かってきたらしいので、半七も息を飲み込んで耳を澄ましていたが、 話はよほど込み入った相談らしく、女の声はいよいよひそめいて、目と鼻の間にいる半七の耳にもその秘密を漏らさなかった。じれったいのを我慢して、ただそのなりゆきを伺っていると、二人はやがて相談を決めたらしく、感情を払ってここを出た。二人をやり過ごして半七も立った。彼はそばの台を払いながら女に聞いた。 おかみさん、今出て行った女は、辰いせの寮のおときさんというんだろう。さようでございます。ずれの男は誰だ,だいあれは、虎さんという人でございます。虎さん。と、半七の目は光った。虎松というんじゃねえか辻裏売りのお勤坊の兄貴の。え、そうかえ。 よくご存知でございますね。半七は急に面白くなってきた。彼はいい加減に挨拶して表へ出ると、一本道を並んでゆく二人の後ろ影が消え残っている雪明かりに薄黒く見えた。半七は足元に気をつけながら、大根おろしのように向かっている雪解け道をたどっていくと、二人の影は立石の寮の前で止まった。 ここでもまた何かささやいているようであったが、二つの影はやがて離れて、女は門の中へ消えた。四。男はどうするかと見ていると、彼はまた引っ返して、元来た方角へ歩き出そうとして、自分の後をつけてきた半七とちょうど向かい合った。一本道をすれ違って行こうとする彼を、 はおい兄虎兄虎松は黙って立ち止まった「おめえ久しく顔を見せねえじゃねえかどこに引っ込んでいたんだ?」と半七は続けて馴れ馴れしく声をかけた「おめえは誰だ?と」と虎松は薄暗い中で用心深そうに透かしてみた「まあ誰でもいいや。 クジ長屋の2階で二三度会ったことがあるんだ。嘘つけと虎松は身構えをしながら言った。てめえは今、そこの蕎麦屋にいた野郎だろう。どうもつらつきが気に食わねえと思った。田町の十兵衛の子分にてめえのような面を見たことはねえ。てめえたちの食い物になる俺じゃねえ。俺を連れて行きたけりゃ、十兵衛を呼んでこい。 兄、ひどく威勢がいいな。と、半七はあざ笑った。ま、何でもいいからそこまでおとなしく来てくれ。バカを言え。今度天町へ行けばしまい湯だ。てめえたちのような下っ引きにあげられてたまるものか。持ち竿で孔雀を刺そうとするとちっとばかり当てが違うぞ。俺を縛りたけりゃ。 立派に十手と鳥縄を持って来い。むやみに気が強いので半七も持て余した。もうこうなれば嫌でも泥仕合をするより他はない。この雪上がりに厄介だとは思ったが、たかが遊び人一人を手取りするのはさのみ難しくもない。もう腕づくで引きずっていこうと思った。やい、虎。 てめえのような半端人足を相手にして、羽を上げるのも嫌だと思って、お慈悲をかけてやりゃ、再現がね俺は立派に御用の実手を持っているが、てめえを縛ってから後で見せてやる。さあ、素直に来い。一足進み寄ると、虎松は一足下がって懐に手を入れた。岡っ引きを相手に刃物を振り回すのは素人である。 こいつは口ほどでもない奴だと半七はすぐに高をくくってしまった。しかしその素人が帰って剣論であるから、彼は相手の肝を脅かすために一つ怒鳴った。トラマ松、ご用だ、神妙にしろこの途端に誰か半七の後ろから忍んできて、両手でその目隠しをするものがあった。不意をくらって彼も少し慌てたが、 その手触りでそれが女の手であることを半七はすぐに悟った。女は言うまでもなく、かのおときであろう。彼は肩を沈めて相手の腕をひっつかむと同時に自分のつま先へ投げ出すと、その上を飛び越えて虎松がついてきた。彼の手には合い口が光っていた。ご用だと半七はまた叱った。 虎松の刃は空を二三度ついて、彼の体が右へ左へ漂うと見るうちに、右の手につかんでいる刃物はもう叩き落とされてしまった。左の手首には縄がかかっていた。相手が並々のものでないと悟って、彼は急に弱い根を吹き出した。親分、どうもおみそれ申しました。 お手数をかけて誠に申し訳がございません。まあ勘弁してくださいまし。今だから言って聞かせる。俺は神田の半七だ。と半七は名乗った。おいな中じゃどうにもならねえ。おい、おとき。てめえもかかり合いだ。主人のうちへ案内しろ。泥まぶれになって灰を着たおときと、 縄付きの虎松とを引っ立てて半七は辰伊勢の寮へ入ると奥から子女が泣き声を上げて駆け出してきた「若旦那とおいらんが。辰伊勢の息子と,とは奥の八条の座敷に逆さ屏風を立て回して二人ともにカミソリで喉をついていたのであったその時には。 私も面くらいましたよ。と、半七老人は言った。なるほど、時の口から心中というようなことを聞いていましたが、さすがに今すぐとは思いませんでしたからね。何しろ一方には縄付きが二人出る。一方には二人の死骸の検視を受ける。辰井瀬の寮は大騒ぎで。 それからそれへと噂が立ったと見えて、世の更けるまで門の前はいっぱいの人でしたよ。辰伊勢の息子と高袖はどうして心中したんですそれがまた何かおときと虎松とに関係があるんですか私にはまだそのわけがちっともわからなかった。半七老人はさらに詳しく説明してくれた。 そのタガソデという女は人殺しをしているんです。辻浦売のお金という娘を殺したのはタガソデの仕業なんです。なぜそんなことをしたかというと、前にもお話申した通り、タガソデは主人のせがれの栄太郎と深い仲になって、証文を踏み倒すの何のという魂胆でなく、 男に本当にんれいいていたんですするとどうしたはずみかその栄太郎が辻裏売りの評判娘と関係ができてしまったのでタガソではそれを聞いてひどく悔しがってああいう商売の女のやきもちは人一倍でそりゃあ実に恐ろしいもんですからねふだんから仲良しの仲働きに言いつけて お金が中から夜遅く帰ってくるところを無理に寮の中へ呼び込んでさんざん恨みを言った上でまあひどいことをするじゃありませんかぶったりつねったりしたあげくに自分の細ひもでお金をとうとう締め殺してしまったんですまさかにそんなことにはなるまいと思っていたので中らきのおときも一時はびっくりしたんですが こいつがなかなかしっかり者で、しかもおきんの兄貴の虎松という遊び人と、とうから訳があったんです。不思議な因縁ですね。そういうわけで、おきんも前からお時を知っているので、ついうかうかと立伊勢の寮へ引っ張り込まれて、とんだ災難に会うことになったのでしょう。そこでお時はすぐに兄貴の虎松を呼んできて、 何もかも打ち明けて、後の始末を相談すると、虎松もびっくりしたんですが、こいつも寝が悪いやつですから、自分の女の頼みと言い、内分にすればまとまった金が懐に入ると聞いて、妹の仇を取ろうという了見もなしに、素直に承知してしまったんです。そして寮の床下を深く掘って、 お金の死骸をそっと埋めてみんながそしらんかをしていたんです。何でもその口止めに差し当たり百両の金をおときの手から虎松に渡したということです。「その金はどこから出たんですか?」と私は根掘り葉掘り詮議した。「その金はつまり栄太郎の手から出たんです。 半七老人は言った。だが袖は、そのあくる日すぐに栄太郎を呼びつけて、これも正直に打ち明けて、私は悔しいからあのお金をいじめ殺した。さあ、それが悪ければどうともしてくれ、と、膝詰めで断判したんです。栄太郎は青くなって震えたそうですけれども、もともと自分にも落ち度はあり、 そんなことが表沙汰になった日には、立石ののれんにも関わることですから、とうとう高袖の言うなり次第に内在金の百両を出すことになったんですが、悪戦身につかずの例えで、虎松はその百両を賭ばですっかり取られてしまって、おまけに盆の上の喧嘩から相手に傷をつけて土地にもいられないようなことになってしまいました。 それでもさすがに気がとがめるのか、それとも兄弟の人情というのでしょうか。まだ懐に金のある間に自分の菩提寺へ久しぶりで訪ねて行って、妹の絵工料のつもりでなんとなしに五両の金を納めていったんです。それから草花の財の方へ行って、ひと月ばかり隠れていたんですが、江戸物が麦飯を食っちゃいられませんから。 またこっそりと江戸へ帰ってきてお時からいくらかずつの小遣いをいたぶってそこらをうろついているうちに田町の十兵衛に目をつけられてお時と訳のあることも知れてしまったんです。十兵衛は自分の縄張りうちですから辰伊勢に引き合いをつけるのも気の毒だと思って早くお暇を出してしまえとないで教えてやったんですが。 それがかえってあだとなって、おときは素直に出ていかなかったんですかそりゃあ素直に動きませんや。栄太郎と高袖の急所をつかんでいるんですもの。ここで少なくとも二百と三百とまとまった金をもらわなければ、おとなしく出ていくわけにはいかないと言って、しきりに二人を脅かしていたんですが、 栄太郎も部屋済みの身の上でとてもそんな金ができるはずはなし。高袖もこれまでにたびたびお時にゆすられているんですから。身の皮を剥いでも工面はつかず。二人ともに弱り抜いているうちに何にも知らないたつ伊勢のおふくろがむやみに引き合いを怖がって、一日も早くお時に暇を出そうとする。 お時は上婦の虎松を火星に頼んで自分たちの異常を素直に聞いてくれなければお金殺しの一情を恐れながらと訴え出ると影へ回って栄太郎と高袖とを脅迫しているもうどうにもこうにもしょうがなくなって高袖は栄太郎と一緒に死のうと覚悟を決めたそれをおときがうすうす感づいたので 二人を心中させては玉無しになるから、その前に虎松に意地をつけて、いよいよ立せの帳場へ座り込ませようというところを、私にみんな引き上げられてしまったんです。タガソデは所詮助からない命ですから、いっそ心中した方がましだったかもしれませんが、栄太郎はまさか死罪にもなりますまいから、もう一足のところで、 かわいそうなことをしました。これでたついせの量の秘密もすっかりわかったが、まだ一つの疑いが私の胸に残っていた。するとその徳寿とかいうあんまはなんにも知らなかったんですね。徳寿というやつは正直者でタガソデの踏みづかいをしたほかには全く何にも知らなかったようです。 その特樹が辰伊勢の寮へ行くことをなぜそんなに嫌がったんでしょう長袖のそばには何か座っているなんてめくらのくせにどうして感づいたんでしょうさあそれは分かりませんね。そういう難しい理屈はあなたの方がよくご存じでしょう。辰伊勢の寮の床下にはお金の死骸が埋まっていたんです。 半七老人はその以上に注釈を加えてくれなかった。私がこの物語を春の雪解けと題したのは、単に半七老人の口真似をしただけのことで、事実はかの直侍と道とせとの単純な情話よりももっと深い恐ろしいもののように思われてならない。